皆さんこんにちは、ジュゴンです。ということで今回も e フットボール2022の動画を撮っていきたいと思います。はい、ということで今回やることは来週の木曜日、こちらで登場するガチャの予想をやっていきたいと思います。はい、ということでね、ガチャ来たばっかりなんですけど、もう予想動画を撮っちゃうよということで予想動画撮っていきたいと思うんですけど、まあ期間が1週間じゃないものもありますが、おそらくまあ被った形でなんか選べるようにしてくれるんじゃないかなという感じでしょうか。来週の木曜日におそらく登場するのはレジェンダリーと、あとはフィーチャーの真ん中の部分、こちらのマジックモーメントに変わるおそらくグレートフィニッシャーズっていうのが来ると思います。はい、そして POTM に関しては残り期間も長いですし、今現在オープニングログインキャンペーンとしてボリューム1が開催されていて、5月5日からボリューム2が始まるんですけど、まあおそらく同じガチャを引けるようになっているんじゃないかなということで、まあ当初はあのガチャなんか切り替わるんじゃないかなと思ってたんですけど、多分あのままログインボーナス2回分分けられて、あの中からまあ引けるような形になってるんじゃないですかね。ということで、まあこの期間特にね、トレンドに関する新しいなんか告知っぽいのはなくて、ここにスペシャル選手リストの配信予定で書いてるんですけど、トレンドについては本当この J リーグとアメリカンリーグしか書いてないんでね、来る可能性は非常に少ないのかなっていう感じです。トレンドは週間 FP っぽく毎週活躍した選手がというよりも、まあ、月間単位でなんか来るんじゃないかなっていう感じ。今回は J リーグ、アメリカンリーグ、新しいライセンスのところを選んできてますけど、まあ、次はフランスリーグアンとか、まあ、そんな感じでヨーロッパのリーグももちろん来ると思うし、まあ、南米とかも来そうですよね、このまま行くと。まあ、これにチャンピオンズリーグが将来的に入ってくる可能性もあるんじゃないかなって感じでしょうか。はい、ここからがまあ本格的な予想になるんですけど、まずはレジェンダリーと、あとはフィーチャーのガチャ、どのような選手が来るのかっていう話なんですけど、こちらのホームページの方にもスペシャル選手リスト配信予定、パサー、ストライカー、ドリブラー、ディフェンダーということで、テーマが決められていますので、今回パサーの選手がね、レジェンダリーもフィーチャーも来たと思うんですけど、おそらくこの順番通りに来ると思います。こんなところで小細工してくるコナミさんではありません。来週ストライカーの選手、そしてその次がドリブラーの選手、ディフェンダーの選手と続いていくと思います。なのでレジェンダリーはこの江藤選手がね、ここ名前入ってますけど、確実に来ると思います。はい、まずはレジェンダリーの選手から確認していきたいんですけど、今回はこんなメンバーでしたので、まあ、結構共通項の多い選手が選ばれてくる傾向にあるんでしょうか。全選手スペイン国籍で、しかもラリーガのクラブでプレーしていたという経歴がありますので、まあ、来週ほぼ確で江藤は来ますので、そう考えると、まあ、同じアフリカ系の選手で、レジェンダリーで登場しそうなのがこのドログバということで、あとアプリの引き継ぎの方がねちょっとだけね、確認できた時があったんですけど、そこでも確認取れてますので、まあ、デザインとかもちろん背景はねこのまま来るわけではありません。これ2021のものなんですけど、まあ、同じアフリカ系の選手で言えばドログバ入ってくる可能性はありますし、はい、まあ、同じくバルセロナで考えると、例えばキャンペーンでもらえたロマーリオもいましたけど、この後フィーゴ、マルディーニも来ることが決まってますので、ロマーリオなんかもねまた来てもおかしくないかなって感じします。はい、まあ、あとはクライファートとか、まあ、この辺も可能性ありますよね。もちろんレアル勢のモリエンデス、それからアトレチコ勢のフォルランなどもね候補に入ってくるんじゃないかなと思いますので、まあ、また3名ぐらい来ると思うんで、こちらもどんな選手選ばれるのか、ちょっと残り2名はね確実とまでは言いませんけど、はい、楽しみですよね。はい、そしてもう一つのガチャがこちらのフィーチャーのマジックモーメントスターズということで、期間はちょっと長めになってるんですけど、おそらく来週の木曜日、今度はフォワードの選手、グレートフィニッシャーズの選手がね、来ると思います。おそらく期間被らせてちょっと選べるような期間設けてっていう感じにしてくるんじゃないかなと思うので、まだ引いていないとか、このガチャ引くか悩んでる方は、まあ、来週の木曜日以降ね、チェックしてからでも遅くないと思います。はい、ということで、今回この4名がね、登場したんですけど、まさかのトレーラーと全く同じ形で出てきてますし、総合値も変わってないっぽいので、おそらく来週もこのトレーラーで選ばれていた選手は選ばれてくると思います。はい、そうなると誰が選ばれていたんですかという話になるんですけど、この4名、ブラホビッチ、レバンドフスキー、ロナウドとデパイとなっていますので、まだロナウドを取っていないという方は、もうちょっと待ってください。来週おそらく来ます。はい、もちろんブラホビッチとかレバンドフスキーを狙っている方は、特にレバンドフスキーとかね、100万超えますので、ちょっとね、GP で取るのも大変なので、ちょっと待っていれば、来週来るはずなんでね、ぜひその辺も期待していきましょう。デパイとかも一旦待ってもいいかもしれないですね。課金する、もしくはコインを残してるっていう方の話にはなります。
はい、ということで今回この4人はね、来週確定でいいと思うんですけど、残り6名どういう選手が来そうなのかっていう話をここからやります。今回選ばれている対象選手見ていると、まずはクラブの被りはもちろんありませんし、基本的にパートナークラブと、その他のクラブで、まあ、リーグの方はね若干被ってるところもあるんですけど、基本的にパートナークラブとその他のクラブでね、リーグは被ってるところあるんですけど、パートナークラブではないところは基本的にリーグ被っていませんので、まあ、リーグは結構バラバラで選出されるっぽいですね。あと気になったところで言うと、過去作で FP に登場した常連たちばかりということなんですけど、ブルーノ・フェルナンデス前作15回ぐらい FP 化されてますし、フレンキー・デヨングも多分10回ぐらい来てます。でミュラーも8回ぐらい来てて、チャルハノールは4回とか、タディッチも3回とか少なかったですけど、割とよく来ます。ペイエ、オタビオ、あとトルコリーグのねビスチャなんかは週刊 FP でも何回か来ましたよねっていう感じで、まあ、ビルツとかロカテッリはね結構少なめではありましたけど、まあ、ビルツはコンシューマー版は来てないよね。まあ、FP の常連たちが集まる傾向にもありますので、今回その辺中心に予想をしていこうかなって思います。はい、ということで、予想を上げてみました。こんな感じになりました。黄色く塗ったところが、まあ、今回選ばれてくるんじゃないかなと思われる選手です。まずリーグワンに関しては、まあ、ベン・エデル、一番可能性高いんじゃないかな。まあ、FP の常連でもありながら、リーグワンの候補で言うと、ムバッペは多分ね、パートナークラブの選手たちを目玉にしたいと思うんで出してこないと思うので、ここないと思うんですけど、まあベンエデルでしょう、そうなるとって感じかな。今回マルセイユの選手ペイエ来てますので、マルセイユの選手は今回選出やめました。そしてスコットランドのセルティックからはよくハットトリックを決めるジャック・マキス選手、そして日本人選手も期待できるんじゃないかなということで候補に入れておきました。はい、そしてプレミアリーグからはラカゼトかな、あとはルカク・ケインもありえそう。なぜかラカゼトは2人名前載せてますけどね、特に意味はないです、うん、まあ FP の常連のラカゼトが来そうですね。そしてセリアからはこのようなメンバー候補で、まあ推しメンかな、そうなると、もしくはムリエル、インモビレは一旦出さないんじゃないかなっていう感じで、ミランのジル・イブラヒモビッチ、ちょっと前までねしっかり活躍していたんで、その頃に選出したなら来る可能性はありそうです。今回インテルのチャルハノールが来てたんで、そこは外しました。そしてラリーカからはベンゼマ・スワレス、あとフェリックスとかもありそう。あとはトルコ、ちょっとね候補があまり見つかりませんでしたが、そうなるとバッチュアイあたり、そしてポルトガルリーグからベンフィカ・ヌニエス、来そうなのはセフェロビッチ、スポルティングのスリマリ、この辺ですかね。特にセフェロビッチが来そう。そしてブンデスリーガーレバークーゼンからはパトリック・シックですかね。まあラリオとかも可能性ありそうですが、でオランダから来るならちょっと難しいんだけど、アヤックスかぶりなんですけど、セバスティアン・アルル、まあハーラーですね、こちらなんじゃないかなっていう予想です。はい、まあアヤックスかぶりなんで、アルルのところ、まあ、セルティックから誰か選んできてくれてもいいですよね。はい、この選手はどうですかみたいなね、選手がいましたらぜひコメントで教えてください。これ以外にもね来る可能性はある選手いると思います。ということで予想の方やっていきました。いかがだったでしょうか。結構面白い予想ね、取れそうなんで、これからもとりあえずやっていこうかなと思うんですけど、はい、またその辺ね、来週の傾向を見つつやっていきますので、そちらもよろしくお願いいたします。ということで本日は以上になります。チャンネル登録をしていないという方はこちらのチャンネル、このように予想動画もね今作もしっかりと撮っていきますし、レベマの比較だったりとか、まあ、あとは e フットボール関連のね情報を出してますので、よければそちらの動画もご確認ください。チャンネル登録していないという方はぜひぜひよろしくお願いします。ということで今回の動画はここまでです。ご視聴ありがとうございました。